どうもこんにちは。引き続き龍が如く3をプレイしていきたいと思います。まあ、結構あのムービーが多いんですけど、話したいところもあるんですけど、まあムービー重要っすよね。続いてのニュースです。来年度、民事党が衆議院での通過を目指している沖縄米軍基地拡大法案のキーマン、田宮隆三防衛大臣と同時に開発が進められているリゾート開発の責任者、鈴木義信国土交通大臣が今日そろって現地沖縄へ視察に訪れました。日本防衛の鍵ともいわれる弾道ミサイル防衛システム、通称新 BMD システムの導入を目指す田宮氏。一方、これまで沖縄米軍基地拡大法案に一貫して反対する立場を取りながら、沖縄の内需拡大のためリゾートの開発を推し進めてきた鈴木氏。意見の異なる両大臣揃っての沖縄訪問に政財界からの注目が集まっています。田宮氏の現地到着に先駆け、空港前には基地の拡大に反対する市民が大勢詰めかけ、範囲を示すビラを配るなどする一方、鈴木氏はリゾート開発による内需拡大を支持する地域財界関係者に迎えられ、開発候補地の視察へと向かいました。田宮氏の米軍基地拡大法案、鈴木氏のリゾート開発、ともに現地でも意見が割れており、法案成立に向け両大臣とも各方面との調整が必要と思われます。確かに BMD の導入は今の日本にとっては重要なことです。しかし、これ以上沖縄に日本防衛のための犠牲を払わせるわけにはいきません。それを少しでも軽減するためにも、内需拡大を見据えてリゾートを開発することで、なんとか地域の振興に貢献していきたいと、そう考えているわけです。国を守ることは私の責務だ。それ以上言うことはない。空港到着後、インタビューに応じた鈴木氏とは対照的に、田宮氏は足早に車に乗り込み、現地の視察へと向かいました。突然の両大臣の沖縄訪問に、野党からは鈴木氏の沖縄リゾート開発に田宮氏が便乗する形で、強引に米軍基地拡大法案を進めようとしているのではないかと疑問の声が上がっています。地元の住民の反応はどうなんでしょうか。基地がまた拡大するのは嫌だけど、リゾートで沖縄が潤うんだったらまあいいのかなって。お隣の国がミサイルを撃つっつったって、沖縄じゃなくて東京とかを狙うわけでしょ。タミヤさんはさ、結局沖縄のことなんか考えてないんだよ。次期総裁候補として呼び声の高い鈴木、タミヤ両氏の沖縄での行動に今後も注目が集まります。続いてのニュースです。今のニュース、ここの立ち抜きの話なのかな。俺を信じろってほんまかいな。おじさん、しろ。めっちゃへこんでるやん。白、はあ、
恋煩い、まあ、学校にしようかな。んだ、もう間違いなく恋煩いか。え、嘘？お腹なの？あ、もう周りに聞かんの分からへんな。あ、何これ、ミミズ取ったで、ミミズまあまあまあ、めちゃめちゃドエスやん。もう一回聞いてみようかな。これでいけるんかな。あー、やっぱみんなに聞かなあかんねや。それかあれじゃん、みんなの話聞いたんじゃん、あのこの子とか。あの子は、めっちゃ太った子。あ、おるやん。
いじめか。それは営業いな。何どうしたの？なんで？やべ。あ、いけてるんか。あ、太一が分かんな。あー、そういうことな。何回もパシに合うね、この気流は。なんとか解決。ゴルフ場。タクシーで行こう。あ、モノレールもでも行けんのかな。ゴルフ場。いらっしゃいませ。
可能。と丸四角スコア、うん、まあだいたい丸っすね。これで どっちやあー、なるほど、こっちでも確実に草隠れるよな、これ。この辺でいいかな。よっしゃ、ちょうどいい。え、なんで、もう一回やらせて。あかんの今の。なんでなん、もう一回やらせて。何回やんねん。こっちでんかな。まあまあ、とりあえずこれで打とうか。よし、どう。なんで丸を離すんかな。もう一回適当にちょっとやってみよう。え、あかんの。丸を2回押すんかな、ほんなら。何回やっとんねん。6つ。もう一回。四角。丸。むず。丸を止めるんかな。あ、ま、押しっぱなしかな。あれ、あー、なるほど、わかった。よしよしよし、じゃあ打ち直そう。全力じゃなかったらいけると思う。どう？
ああ、いいんじゃん。じゃあ、これで。わあ。え？これめっちゃ難しいやん。ちょっと待って、ちょっと待って。打ち直すけど。あ、あれ。あ、それ以下ってできひんねや。70%、100ヤード 70% やから、まあ半分もいらんか。どう？あ、いいんじゃん、いいんじゃん。これはまあ、このままで。うわ、これめっちゃ苦手。これぐらい？ちょっと差があるんちゃう？どうやんやろ。30ヤードやから4、うん、こんなん全然あかんやん。これはちょっと打ち直そう、うん、え、あかん？あ、離さなあかんねや。これぐらい？うーわ、めっちゃいった。これちょっと入るまでいきます。入るまで帰れません。うーわ。あ、これやったらいける。で、5ヤードやからこれぐらい。あかんやん。ちょっと右目に。で、これぐらい。おお、入った入った、バーディー。外せ。くっそ、パー。うん、なかなかお上手ですな。そらそうでしょう。こんだけやり直したの初めてですわ。え、まだ行くん？めっちゃいったんじゃん。うわ、これは辛い。140マックス、わかんな。どう？全然どっかわかんない。打ち直すけど右の方がいいかな。違う？どう？強いんや。これちょっと打ち直そう。どう？これめっちゃいってんじゃん。わかんねえや。ちょっと、もうちょっと少なめ。なんでなん？全然少ないやん。話す、これぐらい。どう？あ、これじゃ低いんや。一発で乗したいな。2メーターの間、これぐらい。うーん、しゃあない。これでいこう。めっちゃ遠いやん。これでいいんちゃう？全開で。あかんわ。若干左にそれたから、これぐらい。で、これぐらい。うーわ、めっちゃいった。あ、これでいかなかね。で、これぐらい。あかんねや、足りひん。これで、ちょっと強め。うーわ、もうこれでいこう。
いかれたぜ。ほら、よし。でまだ行くんやん。もうええで。どうなん？ああ、フェアウェイ。どこ？あ、そこ？これパワーとかできんな。全開で行こう。およいしょ！全開で行くと、そういうことになっちゃうんすよね。全開のちょい手前。全開やないかい、これ。前回よりちょい手前。よいしょ。どう？あ、それでも強いんや。ちょっとこれやり直していいっすか。もうちょっと低め、パワー低めでいったらそういうことになっちゃう。なんでなん？よりもうちょっと低めぐらいでいけばちょうどいいところには全然いかへんやけ。ええ加減にせえよ。もうちょっと、ほんなら、気持ち少なめ。あ、そうか、310ヤードか。1メモリ、2メモリ、3メモリよ。ちょっと上。これぐらい。あ、これやったら意味ないんか。あ、ちょっとパワーダウンしたから、いけるぐらい。やけど、全然手前。だから、もう一回、やらして、ちょんまげ。これぐらい。やったら低すぎる。気に当たった。ええ加減にせよ。これ結構むずいやん。これぐらい。あ、これじゃ低いねんな。パワー気に当たって、これもええ加減にせなあかん。だからちょっと強め。これやったらさっきと一緒なんかなと思いつつも、わーって生きる。おっと入るぐらい。だからこれでいっとこう。あ、これ勝てる。あ、いい位置やな。何これ、坂なってるから。これぐらい、6ヤードやったらこれやな。まあ半分ぐらいでいいんちゃう。あ、全然あかんわ。これぐらいで、ちょっとこれぐらい。それやったら強すぎんね。これぐらい。これやったらさっきと変われへんや。何しとんねん。ちょっと右で、これぐらい。あかん。うわ、あ、そこ30ヤードよ。やからあかんねん。これで、さっきと一緒じゃなくて、これで強め。で、やるとかなりいってしまう。ええ加減せなあかん。飛距離は合ってんのかな、なんだろう。これぐらい。やったら弱いねんな。さっきと同じ 4.8 ヤード。まぐれもええとこやで。で、ちょい強め。で、行っても 0.4 ヤード。めっちゃ微妙やん。よし。あ、これやったら弱いねん。さっきより低い。めっちゃ難しい。ちょっと強め。やったら強すぎ。いやー。まだ弱い。さらにもうちょい右目で、強めでいったらと
若干届かへん。なんで？ちょっと気持ち強めで行ったら全然届かへん。なんでやねん。もうそろそろ行かして、ちょい強めで行ったら入る。よし、うわイーグルなん。わこれすっごい、まあ、こんだけやってイーグルやったらええな。うん、めちゃめちゃ下手くせやん。よし、勝ったった。キリュウ最高っす。赤坂さん生きてえな。なら、あそうか、もうこれでこのまま帰れんのかな。じゃあここは朝顔やったんかな。あ、違うか。ただいま。その様子じゃ負けたか。次は絶対勝つ。元気な子供ですな。あれ、お客さん？ああ、挨拶しろ。はじめまして、シロです。おう、ちゃんと挨拶もしっかりできて気持ちのいい子だ。おい、あんたが桐生だな。この子供にあんたどういう教育してるんだ。見ろ、喧嘩であざだらけだ。どうしてくれるんだ。ああ橋本さん、お久しぶりですね。ん？え、ああ、あ赤坂先生。え、クソじじいって言うてた。
ご飯の用意かな。おー、喧嘩が喧嘩が。うん。なんだよ。うん、だいぶ使い込んだんちゃうかな。ちゃうか。この野郎。誰か取ったんかな。やめて。もう招集会議かかんな。誰や誰や、金パクったやつは。ボッコボコにしてやんよ。あ、で、みんな集めなあかんねんな。太一は、あ、おんねんな。うん。お？よし、食堂あやせてもらってくれ。そう、話したいことあるね。今からおめえたちをボッコボコにしてやんよ。あとみんな集まったんかな。あ、話した方がいいかな。じゃあ歩き方ガリマデンや。あ、ちょっと待って、みんなおらへんや。あと太一がおらへん。うん。あと太一ちゃん。あかんねや。でもみんな集まらなあかんねや。うわ、どこ行ったんやろ。こっちは。あと太一やな。わ、太一どこにおんのやろ。あ、あれじゃん、ちゃうか。あ、おるやん。よし。あ、わかった。よし、これで犯人探しや。誰が盗んだかやな。誰やろ。分かった瞬間タコ殴りにしてやんよ。
めっちゃ怪しいやつ一人おった ここ一番でもバリ怪しい。なんだよ。まあ。どうすんのやろ。めっちゃ怪しいやつ。右、なんかもう右めっちゃ気になる。右の緑の服の女の子やばい。目離れへん。早く気づけ、キリュウ。うん、まあ正直に言ってほしいね。こういうのは辛いよな。どうしたんやろ。おじさんの部屋バリエグいもう一回見てみ。おじさんの部屋バリエグい。あ、エリちゃん？あ、あいつか。まあ、あいつだったらボコボコにしても顔は変わらんやろ。タグ殴りにしてやんよ。絶対許さんよ。僕応援してやる。ああ、なるほど。厳しいこと言うやん。エリちゃん。さあ。勇気を出せ。頑張れ、勇気出せ。バッコンピンタくるで、これ多分。あやこちゃん、私ありがとう。そしてごめん。
なんで、なんで彩子ちゃんが謝るの？本当はね、私エリちゃんがお金持っていくところ見ちゃってたんだ。でもね、私その場でエリちゃんのこと止めてあげられなかった。エリちゃんのことを本当に思ったら、私あの場で言うべきだった。後悔してるんだ。私の方がお姉ちゃんなのに勇気がなかった。私にもっと勇気があればこんな大きなことにならなかったのに。だからごめん、私も許して。ごめんね、ごめんね。また招集会議か。どうすんのやろ。俺が取っててしまったわ。ハハハハで行くんかな。それ無理があるやろ。ご了承、ご了承やないか。なんだよ。ふふふ。晩ご飯や。また事件か。パンチパーマン、ちょっとパンチパーマンのおっさんに話してこよう。どこ？
え、なんで？パンチパーマのおっさんだったんじゃん。え、なんで？おらんやん。料理してるって何もしてんやん。ちゃえぐいやん。え、どうしたんやろ。やっべ、話聞いてんかったわ。誰か。あ、この軽トラそうじゃん、ちゃん。あ、おるんかな、どっか。どれやろ。これかな。この人さっき喋ったもんな。あ、ここに海出たイベント開くとか。あ、違うか。違うんか。あ、みんなおらへん。あ、おった。またお前か。俺の答えは変わってねえぞ。いや、今日はそういうんじゃねえんです。ん？じゃあ何の用だ。今日は兄貴にどうしても頼みたいことがあって。俺に何をしろと。今親父は荒れちまって手がつけられねえ状態です。だから兄貴に出張ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ。先日の一件から親父は兄貴に一目置いてるみてえです。
だからここは兄貴しか収められねえと。ちょっと待て。はい？さっきから聞いていると、俺のことを兄貴兄貴って何言ってるんだ。だって兄貴は兄貴じゃないですか。お前は流動一家の若頭だろう。俺はお前の兄貴分でも何でもない。まあその話はいいとして。よくない。お前みたいな奴に兄貴と呼ばれたらうちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。俺にとって兄貴は兄貴なんです。じゃあシモン、車回してきますんでお願いします。兄貴。一部結構長いっすね。でちょっとまあ流動一家に行くんですけど、まあちょっと時間的なもんでここで一旦切らしてもらって、またそこの次回は流動一家の中原さんにちょっと会いに行きます。じゃあね、この辺で終わりたいと思います。ではまた。